最後の曲ですね。あなたがいてくれたから、まあこれちょっと間違えちゃったんですけど、曲振りとか私が本当に言いたかったことは、私が AKB48 で一番になれたのはファンの皆様がいてくださったからです。こんなにも素敵なステージを、素敵な景色を見せてくださってありがとうございます。この曲を応援してくださるファンの皆さんに届けたいと思って選びました。聴いてください。あなたがいてくれたからっていう始まりだったんですけど、間違えましたね。泣け泣け。私も泣くかと思ったわ、この曲歌いながら。なんならリハの時の方ちょっとなんかうるってきてたわ。なんかね、私ステージに立つとやっぱ泣かないんですよね。泣きそうになったけど、ちょっと途中でね、なんか自分いい歌歌ってんなって思いながら泣きそうにはなったんですけど、でもステージ立つとちょっとやばかったけど大丈夫。泣いちゃダメ、なんか泣いちゃダメっていうか、なんかスイッチがどっかで入るんです。まあ、曲中で言った、マジいいこと言ってるよ私。これ私たち16人が今このステージに立てているのはファンの皆さんがいてくださるからです。今日無事ドボン独り占め1年記念ライブを迎えられたこと、本当に嬉しく思います。これからもたくさんの方の視線を AKB48 が独り占めできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。いい煽りだ、煽りちょっとこれはちょっと自分の中で上出来なコメントでした。結構なんか多分これも言わなきゃいけないって思って泣かなかった。これを言わなきゃいけないっていうプレッシャーがあるから、喋らなきゃいけないのは私っていうのは分かってるから、みんな。でも私がさ、そこでさ、うーってなってたらさこの感想の間をどうするんだってなるじゃないですかだから言わなきゃいけないんだ自分は、言わなきゃいけないんだ自分はって思ってたからね。言ってくれてたね、ハルピョンの言葉にグッときたってツイッターで言ってくれてたの見たんですけど、これかな、これだったら嬉しいですね。でも実は私ゆいゆいとも下夫とも対戦してたっていう、まあで誰も悪くない、私が対戦しすぎてるのが悪い。はい、すいません、はい。